全部決まってます。返してね。バーサスはテンプル通り、先方はホタカネクロ。もう食べるアンテスも聞こえるも笑ってしまうホタカネクロ。今ホタカさんどっかから来たんです。Yeah, I'm waiting for it. Hey, man, the fight is ready. Engage. Nagatsuka Yan. これネクロ必要だね。イメージ。なんかね、遅いし速いし。すごい強いし。さあ、とはいえ。チンリーは名称の方だか、なぜ名称になってしまったんだろう。あれ結局ダメだぞ。ダメだけど、エントリー5位になったから、多分誰か戦ってくれる。戦チンリーごときできないと思う。ああ、名称は出てダメだけど、戦チンリー名称なんだ。エントリー5位は、逃げないと。視聴者、ご覧の皆さんありがとうございます。マイクがですね、これが限界なんです。申し訳ないんですけど、申し訳ないです。すごいやったんですけど、6時間ぐらいこれが限界だったんです。申し訳ないです。さあ、ピューリッチ投げた。ピューリッチが一番溜まるのはそれなのか。確かになんかみんなあれか、もう一個の中断のやつ。あ、今のやつ。ベンジェ大統領は、どう下げれない、きつくない、ゲーム。ミキサーこれ全開なんで。くる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 。じゃあ、右横足から。さあ、テンプレ通りに前方に出てくる割には意外に強い。 We await your return, warrior. Welcome to the world of Street Fighter 3. Yeah, yeah, hey, wait a minute. Well, I got the picture. さあ、エッセンスの量先ほど大活躍した。相手のやり合いとかやり取りというか相当煮詰まってるから その辺よく見てほしいですね。さあ、時間をかけられてしまったら死んでしまう。あー、まだ止まらない。ガッツにもないか。ネクロ使いだったら多分名前入れてだったんだろうけど、ジンリー使いだから通常は入れてたから。バラバラとかうまいっすね、ホタカネクロ。ジンリー使いはネクロがうまいっすね。あっ、やっと狙ってた。まさる、すごい。サブキャラだからやっちゃうよ。したら。ファイターズレディ。ゲージ。アツシさん、今の下から謝罪じゃないですか。謝罪はよ。謝罪。やっちゃう。さあ、これリーチ。さあ、裏タク。これは。おお、表。まずは周りは俺がいると。エッセンス勝利を当てて。Final round. Go for it. Come on, c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 ome on.また
来週お高さん。You win。さあ続いて出てくるのは誰を当てるか。ここまで大活躍している謝罪さんですね。謝罪さん、謝罪勇気。これだったら、これだったら許していただけますか。これだったら、これ勝ったら許してくれますか。純潔です、純潔。ファイターズレディー、ゲージ。反応すらなくなって。謝罪勇気みたいな、死亡勇気かけてる。スタンチが地面側に溜まっている。おしっかりガード。マジか、あら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 、すごい。ファイターズレディー、ゲージ。ダイブロー、はい、半分減ってかめまして、これは空中ヒットでシンガーハード打っておくと、これはフラーセーター、これでリーチスパー、これでダブル。13年経って新しいヒットが出る。パーソナル、パーソナル、ファイナルラウンド、ゴー。あの瞬間、ワイズが結構割れてると思うよ。キャラが重なっちゃってるもんね、感じで。そうですね。すげえよな、このシステム見つけたら。この時間をね、社会貢献したら、もっと世の中良くなって。あー、次読み合い。次は、ガード。これは You win。来るのは龍拳さん、カシロウの剣武将、どっちですか。カラーで、カラーで。龍拳さん、龍拳さんね。ゴー、いるよ、最大ゲージも6割回収しますからね。このカポさんにいるからね。いや、めっちゃ強いっすよ。もしかして、プレー内が非戦状況有利、体力有利、ゲージも有利。あーつに今何もできない。マイドロップ、あーつこれ行くしかない。マイドロップ取っているが、最後マイナスフレームはサーフレーム、ここは確定しない。超レクラマイマイド昇竜が確定するのか。マイド弱昇竜、あといい勝利。またはあのフローラルテでジャッジキャンセルするとマイナスフレームが増えるというバグなんですね。人来とかね、人で弱点できるらしいですけど、キューブもたくさんあるんですけど、キューブだけニュースを決めるのかキャンセルになってないんですけど、キューブが何かしてると4以上マイナスが増えてるんですか。話してさあ、ウィッチキングラビにしていけば、確認するな。やる、そうですね、今もダメなかった。ローケン、若干足りなかった。もう一度止めて、クラケン、勝負強い。Await your return, warrior.
さあチェンリーを残しているか、これ出てくるのはブギウギですね。チェンリーで、これユンもチームも残っているんで、確かにそうですね。十分にね、やったらどうなるか。八王子はケンケンだけど残ってる。全員強いですね、お互いは。さあ、ブルコースの3段、3段。さあ、ロッテ、RC、全員が溜まる。一気に組み出して。よしよし、ラッシュがうまい、八王子。さあ、ラッシュが10台、10台決めて、セットプレー行くのか行って、これは、クーリーの魂、イエスソウル、ゲームを放棄して、これは当てるけど、お前には食らわないと。マジ、強って、全然決めたのはクリル。よく喋って、今な。Fighters ready. Engage. 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 Engage.これは止まってます。全員当てて間違いなかった。むしろ点線一番うまいんじゃないのか。強すぎるっすね、国さん。こうなって残ってるのまた、あ、これ録画なくていないのかな。大丈夫。録画1時間半経ってるけど。あ、まあ大丈夫ですよ、多分。はいはい。あとで切れるし。また検索要素ですね。溜まるまでは1つ逃げて、溜まると一瞬にして竜の火力が10倍以上になってしまう。行く行く行く。さあ溜まると大樽に変身してしまう竜を。あー、通る。あ、またコメントが、多分配信落ちてます。あ、そうなんですか。パソコンを。なるほど。 Are you ready? Go! じゃあ、こっちは古谷さんに頼んで。さあ、打って勝って、シローが画面端。生命を継続して、投げてダメージを取って、半分ゲット。ゲージは1本半。プレスでなんとか画面端を出して、ここから反撃に行きたいが、中間距離の、この辺は技振りが相当慎重になるところ、じゃあ画面、中間しっかり確認して、ゲージじゃないが画面端、さあ、ビクワッと出して、足台パンヒット確認。さあ、剣側も最低限のダメージを持っているという感じ。クリンさんはいつでも、お前これ食らったら死ぬんだぞ、中足たくなき。俺はガブしていた。さあ、飛び立って4割減って、さあ、フィザー、立っている。さあ、中確認して、ダメージを走る。生命が、相当目まぐるしく変わっていく。大蹴らせ、この辺はちょっと甘えてしまったか。大蹴らせ。白を踏ん張った。We await your return, warrior. バーサス、あとユンチュン。チュンリーが出てくるのかな。いや、まあ、ユンですね。終わりです。次が6時50分。次ぐらいですね。まあ、でもいいんじゃないですか。しばらくお試合して。メディアエンドの質は久しぶりなんじゃないですか。おわうめ。最初
はここまで。ゲージも半分。あー、これで練習終わり。強すぎるな。そんなもん。Are you ready? Go!さあ、お互い魂を見せ合って、これショットですね、ショット重要、大勝利、よし、腰、今日はうまい相手に白を発揮するぞ、フラップ、画面 CG 一本ある、魂10勝を当てて、ナイスアド回収させ、2番目これだって返してくる、ここまで精度がかなり高い、さあ剣は一本半を当てに、ダメを阻止したいが、ユーキの後ろが止められない、投げた、行く、まさかの中段からの、おー、手持ち、投げを抜けて、そして緊張、ユンのゲージが溜まる、高いラオに行かない、先に溜まらない、ユン発動ができない、この距離で発動ができない、ここで発動して、さあシロ、クリスマス1週間前に彼女が集中しろ、これはモテる、さあ大将、立ちはだかるわ、やはりこのキャラ今日初じゃないですかね、あかもしれないですね、さあバーサスのこのプライドにかけて剣一人で殺されるわけにはいかない、さあとはいえ中準備は剣なんていうのはもうね、数百試合数千試合やってるでしょう、もちろん、あれこの準備うまくないですかうまい、この辺は吐かない、うわー投げ、これは敗者のキャンセルのため当たらない。ノーマルなかんけあんまり、ダメ押しに投げられて、何が当たる、次で圏内、これで圏内、射手は食らえない、当たるが、うわー、出てしまった、You win! We await your return, warrior!Welcome to the world of Street Fighter Chronicles. Where is the battle? Yeah, I'm waiting for you. Well, I got the picture. 大将大将選手。やばい、見せてきますね。相当熱い試合が。Prepare to strike now. なんとか放送事故は社長さんの PA だけです。万全なる。さあキャラ的には確かにチュンリーですが、チュンリー使い的には知らないタットリーとか絶対にやりたくないはずなので、よもだったりは先ほど持ちチュンリーを倒して殺されましたね、これはタットリー、これで投げたのは坂さんのチュンリー、
もう岡田さんのがっつり戦はかなりうまいので。もう出てくる。俺だってただやってるだけじゃないよと、強いから勝っているんだよと、まさかの意地を見せる。ドブラップトリプルアップ、弱いさんに乗り移って、さあ満を持して、ドームでの飛びが通って、投げて、次は投げて、最後はポキッと回し、さあ両者2本2本、ああ穂高さんはアウトじゃないって、エントリー後に名称になったんでオッケーにしました。さあ初手の取り合い、なあ取らしてわずかなミスから選ばれて中にミスって大抵言いますから、急にはマックスになるぞ、確定で転んでバラを投げて、この攻めはお世話の中に、ああ痛い、たまらない、かなりもつれているが屋根で飛べ、走り逃がして、おお、まだ行く、直下に怖すぎる、さあゲージが溜まった、こっから相当慎重な技振り、お互い陣地取り飛び込み、お互い接触したら死んでしまう、時間は40秒、まずいったのは横田、さあ漏れて30、お互い漏れる、両者手が震えているか、さあ体力が残り少ない、勝ってるのは準備、時間は経過してきた、ちょっと当たっているが、うわ逃げる、当たったヨモダのカニパンが当たる、なぜ削りに行かなかったんだ。